INFJ さんのご紹介、はい、YouTube のチャンネルをやっていると、はい、このチャンネルを見てる人が他のチャンネルをよく見てますみたいなのがたくさん出るんですよね、はいはい、その中で INFJ さんですっていう人がやってるところからちょっと流れてくるんですよ、はい、で Twitter 見ても、はい、なんかご自身が INFJ だっていう人は多いですよね、うん、そんな印象を持ってますという INFJ のご紹介、ザ・カウンセラーとあります、はいはい、INFJ この2番目のところにいる人ですね、はい、指導者助言者の枠で発展途上に興味があって、その下の人カウンセラー弁護士顧問参謀とありますね、はい、カウンセリングは人が人間としての潜在能力を発揮できるように手助けすることに重点を置く指導の側面であり、 INFJ は他人の福祉に貢献したいという願望が異常に強く、仲間より大きな自己実現に向けて導くことを純粋に楽しんでいます。 INFJ は人口の 1% にも満たない希少な存在だが、社会秩序におけるその有用性を考えるとそれは残念なことであると。 INFJ がいっぱいいればいいのにねって話ですかね。これはこれらのカウンセラーは知的で繊細な傾向があるため、通常は目に見えるリーダーにはならないが、親しい人たちとは熱心に働き、家族や友人同僚とは舞台裏で静かに影響力を発揮しています。このような隠遁的で友好的な人々は自分自身が複雑であるため、複雑な倫理的問題や深い問題を抱えた個人を理解し、それに対処することができますと。もう 1% って 1% いないって言われるんですよ、はい、これに対して僕は、はい、カーシーにそんなこと言うなと。なんでですか。だったら INFJ って言いにくくなるじゃないか。なんでですか。だって 1% しかいないんですよ。私は INFJ かって思って叱るべきじゃないですか。そんな希少価値、いやツイッターにいっぱいいますよ、はい、INFJ って、はい、希少価値って言っても 1% ですよ。100人いたら1人はいるんですよ。大したことないですよね。僕の病気は10万人に1人ですよ。どういう病気でしたっけ。 IgA 腎症。ああ、はい。それで辛いとか言って言わない。辛くないです。 YouTube 上げないんですか。上げないですよ。お金になりますよ。お金にならないですよ。なるほど。お金になるならやりますよ。辛いって言いますよって、はいはい、なるほど。すいません。1% しかいない人たちですと、はい、プラトンの理想主義者、はい、アリストテレスの倫理主義者の編集、はい、亜種である INFJ はほとんどの点で他の NF とは変わりませんと、はい、他の理想主義者と同様抽象的なコミュニケーションを取り、目標達成には協力的ですと。人文科学について学びたがり、式に気を配り、式っていうのは、AAO の式です、はいはい、人事とうまくやっていきます、うん、思考においては利他的で信心深く神秘的で道筋に位置し、明日を見据えています。共感的で慈悲深く、しばしば熱狂的で直感を信頼し、ロマンスに憧れ、アイデンティティを求め、認められることを望み、賢者の知恵を熱望していますと、はい、そんな人たち、はいはい、NF は恋に恋するのかな。恋していたいとは思ってますよ、はい、それが老けないコツだよねってとか、はい、まあ、結局なんかその色気っていうのは死ぬまで必要だよねと思ってるんですよ、はい、でそんな自分に恋をしてるみたいな意味ですよね。そんな自分に恋をしていると言われると、はい、そんな自分が好きだって話、うん、そういう風にしてる自分が好きみたいな話ですよね。恋に恋してる。あー、でもまあ恋してる自分に恋してるみたいな、もう人間そうなんじゃない。何でもそこに行っちゃうんですけどね、はい、人間そうなんじゃないのって、はい、はい、すいません。で、カウンセラーと知り合うのは難しいかもしれないと。彼ら彼女らは非常に豊かな内面を持っているが、控えめで
信頼できる人以外には自分の反応を共感させない傾向がありますと。確かに愛する人に対しては、自分の感情を表現することを嫌がらず、ポジティブな感情は顔を輝かせるが、ネガティブな感情には雷雲、雷雲のように暗くなりますと。他人の感情を自分の中に取り込む能力が高いため、このカウンセラー INFJ は周囲の人から割と簡単に傷つけられることがあり、そのためか人との接触からひっそりと身を引き、私的、私的な人間になりがちであると。同時に彼らを長年知っている友人たちは意外な一面を発見するかもしれない。このカウンセラーに一貫性がないわけでなく、彼らは自分の誠実さをとても大切にしていますと。このタイプの理想主義者は強い共感能力を持ち、他人の感情や善悪の意図に本人が意識する前から気づくことができると。このような独身術は他のタイプには理解しがたいほど他人の隠れた苦悩や病気を感じ取るという形を取ることもある。 INFJ の人でさえ、なぜ自分が他人の気持ちをそこまで鋭く読み取れるようになったのかを語ることは滅多にない。さらにカウンセラー、この INFJ は全てのタイプの中で心霊現象を理解する能力を示す可能性が最も高いと。超能力として知られているものは投影と内発、内から発する内発の両方の形で、例外的な直感能力なのかもしれないと。このように超常的な直感、超常現象の超常的な直感は、はい、INFJ に頻繁に見られ、人や物事、しばしば出来事まで及び、ビジョンの予知のエピソード、予感、これから起こることの聴覚的、視覚的なイメージ、さらには離れた場所にいる特定の個人との不気味なコミュニケーションなどの形を取ることがありますと。で、このカウンセラー INFJ はその鮮明な想像力から、あらゆるタイプの中で最も詩的、これポエム的、詩的で神秘的でさえあるとみなされることが多いと。小説、戯曲、詩、ポエムのような複雑でしばしば美的な文章に見られるような想像力を異常に多用しますと。確かに彼らは大学でリベラルアーツを専攻することが多く、職業としてクリエイティブ、ライティングに惹かれることもある。あらゆるコミュニケーションにおいて彼らは比喩の達人であり、ある物事を他の何かの言葉で自然に表現しますと。比喩的な表現を得意とする彼らの才能は、文章でも言葉でも通常パーソナライズされた方法で人々とのコミュニケーションを取ることに向けられています。 INF のライターは、特定の人を念頭において書くことに対して、顔の見えない聴衆に向けて書くとインスピレーションが湧かないとコメントする。なるほど、はい、もう特定の人に向けて書くっていうのはできるが、なんか誰が聞いてるようかわからない、はい、あの村上春樹が雪かきのような文章としたようなのを書くのは苦手だって言ってるんですね、はい。まあ、でもよく特定の人をイメージしろって言いますよね。あ、ライティング、響くライティングはそうやって言いますね、はいはい、ペルソナを定めろみたいな、何歳で、はい、年齢は何で、どんな職業でっていう、はい、ターゲティング、ターゲティング、はい、でそこに向けて書く、それはマーケティングの話、はい、はい、で今これを書きながら、あ、三輪明宏さんがそうかとかって思いながら、妖怪ですよね。はい、はい、まあ、なんとなくそういう、まあ、占い師的な感じじゃないですか。頂上的になんとなくこうイメージするというか、何かの言葉をピッて引っ張ってきて、なんかうまいこと想像するんじゃないですか。それをプラスにだけ使うなら、はい、僕はいいと思ってます。いや、それで呪われてるとかで、はい、壺を売るようなやつは、そういう人たちはINFJ じゃない気がする。ないと思った方がいいですよね。はい。ちょっと金儲けの人たちじゃないですか、はい。嘘だと思った方がいいと思ってます。はい、この INFJ は通常学校では優秀な生徒であり、
目立たない創造性を発揮する成績優秀者でありますと。問題解決を楽しみ、仕事に真剣に取り組み、学問的な活動を楽しみますが、完璧主義的な性質を示すこともあり、課題の性質上、おそらく正当化される以上に課題に打ち込むこともありますと。ちょっとその辺のバランスが効率的にというか、はい、そういうのを考えないって話ですね、はい、このカウンセラー INFJ は特に1対1で人と接し、その人の人間的成長を促すような職業に適していますと。他の NF と同様、教職や正職にも魅力を感じますが、 INFJ はどちらの職業でも表現的な態度を身につけなければならないため、多大なエネルギーを必要としますと。内向で1対1にやっていきたい人ですもんね、はい、より適しているのは一般的な医療行為や治療的カウンセリングでありますと。カウンセラーは患者の内面に触れるユニークな能力を持つ優れた個人セラピストとなるが、自分自身の抑圧された考えや感情が噴出しやすいタイプでもありますと。治療カウンセラーとして INFJ は臨床心理学や精神医学を選ぶかもしれないし、これらの分野で教鞭を取ったり執筆活動をすることを選ぶかもしれません。どのような選択をするにせよ、一般的に治療的カウンセリングの分野で成功するのは、その人間的な温かさ、熱意、洞察力、献身、独創性、解釈力のすべてが発揮される方からであると。今一般的な社会にいるんだと厳しいでしょうね。 INFJ さん、そういう適したところにいないんであればなんて思っちゃいました。カウンセラーは孤独で細心の注意を払う必要がある仕事に向いているが、もちろん個人的な交流が表面的なものでなければ集団と接することも得意であると。他人を扱うことに非常に敏感で、組織構造の中で効果的に働く傾向がありますと。カバーしてるってことですね、はい、問題を抱えた人々を助けるのが好きで、人間のシステムを理解し創造的かつ慈悲深く利用することができますと。スタッフの調和を重んじ、組織が円滑で気持ちよく運営されることを望み、そのために自らあらゆる努力をしますと。従業員として、あるいは雇用者として、 INFJ は人々の気持ちに関心を持ち、組織内の個人やグループの気持ちを知るバロメーターとして働くことができますと。人の話をよく聞き、人と相談したり、協力したりすることに長けています。他人を喜ばせることに喜びを感じ、争い事は不快で破壊的だと感じています。 INFJ は称賛に反応し、自分自身が承認によって動機づけられるように、他人を動機づける手段としてこの承認を利用しますと。敵対的な労働条件や絶え間ない批判にさらされると自信を失い、不幸になり動けなる傾向があり、最終的には体調を崩すこともありますと。この物腰の柔らかいメンターたちは家庭内の調和も望んでおり、あからさまなものであれ、この隠されたものであれ、対人関係の衝突は自分たちの幸せにとって極めて破壊的であると考えています。友情の輪は小さく深く長く続く可能性が高いと。この配偶者のに向かっては献身的だが、性的なアプローチには必ずしも積極的ではありませんと。配偶者って、パートナーに対してですね。肉体的には愛情深い傾向があるが、自分がその気になった時を選びたがるので、そのような熱しやすく冷めやすいスタイルは相手をかなり混乱させるかもしれない。多くの場合、INFJ の愛情表現は微妙でロマンチックで私的ですらあると。カウンセラー INFJ は献身的な
親であると。女性の INFJ は一種の精神的強制で子供と結ばれることがあり、時には母子、母子ともに不健康になるほど強い同一性を持つことがあると。しかし多くの場合、カウンセラーは子供と仲の良い友人になる傾向があり、しつけをしっかりする一方で非常に愛情深いと。カウンセラーは通常、夫婦と子供の快適さ、身体的健康、精神的な幸福に気を配っていますと。あやんばるさん。一応 ISFJ がよく出るが、割と繊細で思い込みが強めかなとも思いますと。ほら、いた。はい。はい。辛いですかね、社会は。わかんないです。ご機嫌はどうですか。